イエローナイフはカナダのノースウェストン州の州都である。北極圏からはおよそ4 0 0トル南に位置し、グレートスレーブ湖畔の北にある。ノースウェストン州は友人の地域がわずかと川や湖、果てしない永久凍土が広がる広大な大地である。人口はおよそ1万9千人。民族構成は犬糸をはじめ、多数のネイティブカナディアンなどが定住しており、 公用語は8つで構成される。ノーススレーブ地域の行政区役所が置かれている。イエローナイフはオーロラ帯のほぼ真下に位置しており、障害物のない広い土地や晴天率の高さもあって、年間を通してオーロラの出現率が高いことで有名である。夏は平原地帯の緑が美しく、湖も多いことから、カヌーやフィッシングなどを楽しむ人々も多い。 都市名は、先住民のイエローナイフ族にちなむ。ドグリブ語では、お金のある場所を意味する、ソンバケイと呼ばれている。ノースウェストン州の公用語は、11個と五ある。そのうち多く話されているのは、チッペワヤン語、ドグリブ語、スレイビー語、英語及び、フランス語である。19世紀1930年頃に、金の鉱脈が発見されると、 ゴールドラッシュで人口が増え始め、都市としての成長を始めた。1920年代には、航空機による北極圏探索の基地となった。その後も鉱脈は次々と見つかり、町として発展。1950年代には、地方自治体として成り立つようになった。1967年、当時の準州政府所在地が、オンタリオ州のオタワから、イエローナイフに移動した時に、 ノースウェスト巡州の州都となり、同市は州政府関連の労働者を集めるようになる。1970年に市政に昇格。1978年1月24日にソ連の軍事衛星コスモス954号が大気圏に突入し、グレートスレイブ湖から北西方向の広範囲に破片が落下した。原子炉搭載だったので放射能汚染が問題になり、 米価合同で破片の回収が行われた。1991年には、同志北 300km の地点でダイヤモンドの鉱脈が見つかり、1998年に創業を開始した。一方、2004年には最後の均衡が閉鎖した。現在では、行政都市、ダイヤモンド工業の中心都市として栄えている。亜寒大湿潤気候に属する、オーロラ観光は、 同市の重要な産業。イエローナイフは、周辺地域における鉱山や工業、運輸、通信、教育、福祉、観光、商業、行政などの中心地として根付いている。歴史的に行政とゴールドラッシュを基盤に発展してきたが、1999年に準州が分離されたことで、行政は縮小し、工業では金の価格低下に苦しみ、 2004年には最後の均衡が閉山となった。しかし近年ダイヤモンドブームを受け街の経済は回復し2003年におけるノースウエスト順州の経済成長率は10.6%を記録した。ノースウエスト順州内の新しい産業としては観光業が最も大きい。日本国からのオーロラ目的の観光客を含めた訪問客のほとんどが 準州内に入る際にイエローナイフを経由している。1990年代から2000年代にかけて日本でオーロラ観賞旅行ブームがあり、日本の三大都市圏の各国際空港からイエローナイフ空港への臨時チャーター便が運行されたこともある。2006コミュニティプロファイルズコミュニティハイライツ4イエローナイフノースウェストテリトリス。2008年6月1日閲覧。 イエローナイフビジターズガイド。ゼロナイファー。2007年7月26日閲覧。1981通2010カナディアン。クライメートノーマルズステーションデータゼロナイフ。A カナダ環境省。2014年8月8日閲覧。1961通1990カナディアン。クライメートノーマルズステーションデータゼロナイフ。A カナダ環境省。2014年8月8日閲覧。 2006NWT 阻止をエコノミックスキャンガバメント・オブ・ザ・ノース・ウェスト・テリトリス2007年5月12日閲覧ありがとうございます。